長年の親友との付き合いを切ってしまった、それによって、悩んでいると。具体的には私には小学校の頃から20年以上付き合いが続いてきた親友と呼べる人がいました。しかしある事情でその人を切ってしまいました。具体的にはその人はもともとある新興宗教の家庭だったようですが、20歳を過ぎたあたりから急に熱心に信仰し始め、特にここ数年ではかなり熱心な様子で、会えばその話題が増えてきたのです。それだけならまだいいのですが、2人とも独身仲間みたいな感じだったのに、彼女が結婚して子供をでき、それだけならまだいいのですが2人とも独身仲間みたいな感じだったのに彼女が結婚して子供もでき、突然私とは全然違う人間になってしまったようになって、ついに彼女との関係を絶ってしまいました。申し訳ないと思っているのですが、やはり完全にこれまでの彼女ではなくなってしまったようで、話題も全然合わないし、もう付き合いは続けられないと思いました。私も友達が多い方ではないので、さらに孤独になってしまいますが、付き合う人間を自分の都合で選んでしまいます。そんな自分も嫌なのですが、どうすれば広い心でさまざまな人と仲良くしていけるのでしょうか。これはよく起こることだと思うんですが、このご質問をされている方自体はかなり客観的にね、自分自身を見てらっしゃるんで、その点はいいことなのかなと。あんな、なんていうのかな、新興宗教をのめり込み、そして、独身路線で行くって約束してたのに裏切られた、そんな感じの人もいると思うんですからね、似たような体験する人は。ただそうとばかりじゃなく、そういう自分とは違うようになってしまったその人と広い心で付き合っていけない、そういった自分に関して悩んでるっていうのは、そういう悩みを持つこと自体がそうでない人に比べると、なんていうかな、自分を客観的に見れるという点ではいいのかなと思う。じゃあそういうふうに見れるとはしても、実際そういう人たちとこう付き合っていけない、その背景が一体何なのかっていうのを考えてみないといけないだろうと思うんですね。まあ、とにかく自分とは違うものを信じているし、自分とは違う結婚するっていう、そういう形のライフスタイルを選んだと、自分とは違う価値観とライフスタイルを持っていると、そういう人と、なんで、まあある意味じゃ普通にっていうか穏やかにっていうか付き合っていけないのかと。ここの中から、この質問の言葉からはねよく分かりませんけども、まあ、一つの可能性としては、そういう自分とは違う価値観や生き方、これをしている人を見ると、自分に関して不安になってしまったり、ね、卑屈になってしまったりね、逆に妬みが生じるとしたらそうですね、宗教なんてって否定している同じ考え方の人、そして独身で行くんだ、結婚しないんだっていう同じ考え方の人なら、自分の生き方の裏付けというか指示になっていいんだけども、違う考え方、生き方をしていると、それに比べて自分が劣ってるんじゃないかとか、間違ってるんじゃないかって不安が出てきちゃうのかもしれませんね。なんで付き合っていけないのか、そこに不快な思いが生じてくるのか、逆に言うとなんで付き合ってたのかですよね。付き合ってた理由が自分の生き方、これに自信を持たせてくれるからっていうことだったのかなと。そこからじゃったら掘り起こしていかなくちゃいけないんですよね。やっぱりこの世界っていうのは多様性の重要性っていうのは、どんな生き方が正しいとか正しくないのかって神様でもない限りわからないわけじゃないですか。だから結婚絶対主義もおかしいだろうが、独身絶対主義もおかしくて、自分は独身だけどこの人は結婚し、でお互い人生を歩んでその経験を交換し合うことによって自分たちの知恵が2倍になるわけじゃないですか。まあ簡単に言うと、私は選択肢 A、 あなたは選択肢 B で、2人で両方の選択肢を実行できて知恵を2倍にできるっていうんですかね。まあ簡単に言うと、二股かけてるような気持ちでいられるかってことですね。自分の人生がやっぱり他よりも優れた正しいものであってほしいと思うと、自分とは違うことをやってる人を、自分の知見を広められる、なんていうのかな、二人目の自分というふうには考えられない。二
二人目の自分じゃないかって考えられるからだと思うんです、人は自分一人では一つの生き方しかできないが、70億人いるから70億通りの生き方ができて、で我々の人生の終わりにおいて、ないしは次世代は様々な生き方の中から何がいいのかっていうのをこう選んでいけると。我々まだその神でもなく人類としては不完全で、何が最善なのかを実験してるんだと。私はこの実験をやる、あなたはこの実験をやる、みんなでこういういろんな実験をやる、その中で自分たちの人生後半にないし次世代がその実験結果をもってより進歩していけるというふうに思えるか、私が選んだものが最高であってほしいというこだわりがあるかなんじゃないかなと思うんですね。だからというか、この世界はやっぱし自尊感情っていうのかな、自己肯定感が不足しているようなところがあって、その背景には競争社会で勝ち負け善悪の区別が強いじゃないですか。だからそういった意味では、その自分と他人の優劣善悪の比較というのは絶えずしてるんで、みんながいいとこ悪いとこあるだろうと。だから多くの人がいて多様性がある方が人類全体として豊かになれる。だから他人の経験も自分の経験、自分の経験も他人の経験みたいな形で役割分担してそれぞれのライフスタイルを演じてるんだぐらいに思うとですね、最高ですね。実はヨーガの経典の中にはですね、こういう話があります。この宇宙っていうのは神様の作った三次元立体映画であって、神様の作ったシナリオに基づいてそれぞれの人がそのシナリオの一つの役割を演じる俳優兼その映画の観客として存在する。これが悟りの境地だ。だからあなたの本体は私と呼ばれる人物でもないし、あなたの友人の彼彼女でもありません。それら全体を包んで宇宙全体があなたの本体です。ないしはそれが神様の意識です。だから自分に過剰にこだわらず、この豊かな多様な生き物の全体を自分の財産だと思って、他人の成功失敗は自分の成功失敗、自分の成功失敗も他人の成功失敗と思っていきましょう。そういうのが悟りの境地だとされています。それによって自分と他人の優劣を比較するですね、そういった苦しみから解放されるんだと。そうすれば他人の成功、全ての人の成功を自分の成功として喜べると、で全ての人の失敗を自分の失敗として教訓にできると。これが万人万物の存在をですね、その愛する、そしてその幸福を喜び、苦しみこれを悲しむ、死無良心という仏教の教えの本質なんですね。自分と異なるいろんな人がいて、自分と異なるいろんな幸福や苦しみを経験するからこそ、それが自分の教師になるんだって、で人類全体の経験知恵になるんだっていう考え方なんですね。そういう広い心っていうのは、まあ、理想の心なんじゃないかなと思います。でそういった理想はですね、ひとまず置いて、まあ、自分がなんで自分の考え方や生き方と違う人と一緒にいると不快なのか、辛いのか、何に苦しんでるのか、苦しむ必要があるのか、それは自分の苦しみじゃなくて自分の財産なんじゃないかと。自分とは異なる生き方や価値観を持つ人の存在は自分の敵ではなくて自分の味方、自分を補うものなんじゃないかと思えるかってことだと思うんですね。そうすると落ち着いて、なんていうのかな、適度な距離感で、付き合うことができると思うんです。自分と同じ考え方や生き方をしてるっていう場合、それに執着しすぎてしまって距離が近すぎる可能性が、自分と違うとなるとそれに不安や恐怖を覚えて離れようとするんじゃないか。そうじゃなくて、お互い似てるところも違うところもある存在として、お互いがいるから2倍豊かになれると、精神的にと思えばちょうどいい距離感で付き合えるんじゃないかと。まあそれぞれが聖なる独立をして、過剰な依存と過剰な離反、これをしない距離感だと思います。でこれがまあ多様性を認めた成熟した意識での他人との付き合いなんじゃないかなと思います。そこに過剰な依存や愛着もなければ、過剰な恐怖不安嫌悪ですかね、それもない、
状態かなと。でだからこの場合は多様な価値観に基づいて、その短所の裏には長所、長所の裏には短所があるという、そういった考え方っていうのかな、そういった多様な確一的ではない価値観を基づいていく。でそれゆえに自分の生き方っていうのはですね、そういった多様な価値観に基づいて自分で認めるっていうのが必要なんじゃないかなと。自分と同じ考え方生き方をしている人がいないと不安なんだっていうのは、そこからやっぱし少しずつ脱皮していかなきゃいけないんじゃないかな。それは結局自分がどういう生き方がいいのかっていうのがまだ定まってないわけですよ。でもそれを突き詰めて言うと、どういう生き方っていう一つの生き方、これしかないって生き方なんて世の中にはないと。まだまだ人間は不完全で、これが最善の生き方だ、それはあなたが選んだやつですよっていうようなことを言える神様みたいな人いなくて、みんながいろいろ試行錯誤してトライしてるんだと。だから私も一つトライして、あなたも一つトライして、でみんなで合わせて死ぬ時にないし次世代に送り届けていきましょうみたいな考え方ですね。それは謙虚さと向上心なんだと思います。そうじゃなくて、今の自分のすでに選択した生き方が最善であってほしい、ないしは他の何かに対して劣ったものではない、ものであってほしいという卑屈とか不安とかその迷いですね、それがこういった問題の原因になってるんじゃないかと。でもそうするとですよ、謙虚な向上心、まだ何がいいか分かんないからみんなでそれを経験してるんだ、テストしてるんだっていう謙虚な向上心に比べると、そういった不安とか妬みとかを抱く人はどっかでおごりがあるのかもしれない。まだ不完全な我々が、そう、突破口を見出していろいろ経験してるんじゃないかと。まだその科学者たちはね、分かってない解明できない謎に対していろんな仮説を立てて切磋琢磨してるじゃないですか。そういう状態じゃなくて、あたかも神様のように自分の選んだものが最善であってほしいなんて思い込みをしているとしたら、どっかでおごるなんじゃないか。結構卑屈な人、そしてちょっと場面が変わるとすごく偉そうな風になる人って、やっぱり自己愛って言うんですかね、自分たちはまた自分はまだ不完全で努力改善していかなきゃいけないんだっていう、そういった意識が弱い場合もあるんですよ。今の自分を認めてほしい、今の自分が頼りも劣ってほしくないみたいな考え方が強かったりなんですよ、ね、そこら辺がこういったその自分とは異なる人に抱く不快感の奥底にあったりなんです。その奥底を浄化してあげたらですね、その不完全な人間たちが私と彼女で2つの違う生き方をして、でそれぞれにそれぞれの生き方を実験して、その成功や失敗を自分たちの知恵として、で、さらに交換し合えれば、じゃ素晴らしいなということになれるのかなと。まあ要するにチャレンジ精神ですね。チャレンジ精神がないってことは、まあ保身にも偏っているところですから、その今の自分を認めてほしいという気持ちと、その裏のダメなのかなって不安にこう揺れてるんですけど、それではなかなかうまくいかないのね。やっぱりもうちょっとこう不完全な自分たちがチャレンジして何が真の幸福か道を探っているのがこの人類だというような考え方でやってもらうと、ちょっと気持ち変わってくるのかなと、まあ、そういうふうに思いますね。でやっぱりそこで失敗と成功を分けてしまうとね、独身は失敗なんだろうかと、また結婚は成功なんだろうかって失敗と成功を極端に分けてしまうとダメだと思います。そうすると何事にもチャレンジできなくなるじゃないですか、でそういうことは基本的には多分ないと思います。失敗、何かの短所の裏には成功のもとや長所があるものだと思います。結婚する良さと悪さがあるだろうし、まあ信仰宗教ですか、それも良さも悪さもあるんでしょう。宗教にのめり込まなかった代わりに、ギャンブルになりましたとかね、それから薬になりましたとかね、そういう人もいますからね。要するに世の中はやっぱりその何かの明暗というのはセットだと思うんですね。長所短所、喜び苦しみ、善悪というのはセットになっていると思うので、犯罪はいけないと思いますが、そうじゃなくて自分の価値観を定めて、それが他人と違っても
それぞれに良いとこ悪いとこがあって、悪いとこの裏にも良いとこがあるという柔らかい価値観を持ってもらえば、他人と違うことは自分の個性であり悪ではなく、他人と違うところは自分の絶対的な善ではなくて、おごってはいけないという気持ちになれるんじゃないかなと。つまり慢心おごりと卑屈不安の双方を断つということですね。これは躁鬱を回避するということです。簡単に言うと、精神医学的に言えば躁鬱の人っていうのは慢心か不安、これに陥るんですよね。きっと不安による鬱と俺はすごいんだっていう躁状態ですね。この2つはですね、やっぱ心が不安定で、そして物を正しく見れてない状態だと思います。調子いい時も落とし穴がある、危ない時もピンチの時もチャンスがあるっていう、そういった裏表表裏一体っていう考え方が精神的な安定、これをもたらすんじゃないかなと、そういうふうに思います。